ニューカッスル空港はアメリカ合衆国デラウェア州北部にある空港。同州の最大都市ウィルミントンの中心部から南へ約6キロメートル、ニューカッスル市に立地する。ニューカッスル軍空港とも呼ばれる。また、かつてはウィルミントン空港、グレーター、ウィルミントン空港とも呼ばれていた。第二次世界大戦中には空軍の基地として使用され、ニューカッスル空軍基地と呼ばれていた。 現在は主に、ジェネラルアビエーションと呼ばれる、チャーター機や自家用機を発着させるための空港として機能している。他、デラウェア空軍周辺の C-130 輸送機、UH-60 ヘリコプター、UH-1 ヘリコプターが発着する基地にも、なっている。第二次世界大戦中、入ッする空港は、空軍の基地として使用され、入ッする空軍基地と呼ばれていた。 この基地は陸軍航空婦人操縦部隊の本拠地であった。ワスプの女性パイロットは主にテストパイロットや輸送などの非戦闘要員として任務に当たった。入ッする空港には当時ワスプに配属されていた女性パイロットを称える像が立っている。第二次世界大戦が終結するとデラウェア空軍周辺の利用するスペースを確保することを条件に空港は 軍から軍に明け渡された。それからしばらくの間は軍が空港の管理、運営に当たっていたが1990年代後半空港が財政難に陥ると軍はデラウェア州政府とニュージャージー州政府のジョイント機関であるデラウェア側デラウェアン公社に30年間のリース契約で貸し出された。ドバが空港の運営を引き継いでからは 空港の収益性が高まり、老朽化した建物の建て替えや新たな建物の建設が進んだ。現在、デラウェア州は全米50州で唯一、州外からの航空機の定期便がない州である。入滑する空港は、デラウェア州の空港の中では最後の取であったが、1991年にユナイテッド航空が入滑する空港への便を廃止した。周囲が狭く、 州の人口が少なく、さらにフィラデルフィア、ボルチモア、ワシントン DC という大規模な国際空港を有する大都市に近く、州の住民がそれら州外の空港を利用できることが要因であった。その後は断続的にいくつかの航空会社が入滑する空港への便を就航させたが、いずれも長くは続かなかった。1992年には、 US a i r w a s の US Airways Express が、ウェストバージニア州、パーカーズバーグからニューカッスルへの便を就航させたが、翌1993年に廃線となった。シャトルアメリカは1998年に50隻のダッシュ8から300機を投入して、ニューカッスルとコネチカット州ハートフォード、ニューヨーク州バッファロー、バージニア州ノーフォークの3都市を結ぶ便を設けたが、2000年に、 これら独自路線の運行をやめ、大手航空会社と提携して、ユナイテッドエクスプレスやデルタコネクションを運行するようになった。2006年には、デルタ航空が、同社最大のハブ空港であるアトランタのハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港からの便を就航させたが、翌2007年9月6日に廃止された。オハイオ州、コロンバスに本社を置いていた。 スカイバス航空は2008年3月8日にポートコロンバス国際空港とノースカロライナ州グリーンズボロのピードモントトライアド国際空港からニューカッスルへの便を就航させたが4月には同社が倒産しこれらの便も就航からわずか1ヶ月で運航停止となったニューカッスル空港は506ヘクタールの敷地に3本の滑走路を有する2006年には 入滑する空港には年間136,154機の航空機が離着陸した。そのうち83%はジェネラルアビエーションで12%が軍用、4%がエアタクシー、定期旅客便は1%であった。入滑する空港を基地とする航空機は282機で、そのうち59%は単発機で23%が ジェット機9%が総発、多発機6%がヘリコプター3、3%が軍用であった。現在、空港のメインターミナルの店舗は、ほとんどが閉鎖、ないし撤退している。大手レンタカー会社3社、及びカフェバマという飲食店が残っているのみである。ありがとうございます。